吉田さん、アントニオ猪木さんって退院されたみたいですよ。ちょっと調べてみるといいと思いますけども、私もね、ある人を介してそういうふうに聞いて調べてはいないんですけども、そういえば YouTube の更新、入院中の亡くなったかなと思ってるとこなんで、これからね、いろいろと調べてみようかと思うんですよ、うん、で、アントニオ猪木さんのこの道というね、まさにすごいいいですよね。なんか踏み出した一歩が道になる。要するに道っていうのはこんなに長いものとか、遥か彼方まで進んでいるものではなくて、その荒野とかね、草むらに自分が前に一歩踏み出したものが、それが道になって、自分が歩いた後に誰かがついてきたり、誰もついてこなくても自分が振り返った時に、長い短いはあるけれども、あ、自分は確かにここに踏み出したんだなと、踏み込んだんだなって感じることができると思うんですよね。で、これはね、まあ同じようなね、格闘技の世界にいる私の好きなね、大山マスタッツさんの言葉ではあるんですけども、大山マスタッツさんはね、こういうふうに言うんですよ。やっぱりこう、水はね、流れ続けてる方がいいと。水は安定してとどまっているとよどんでしまうと、腐ってしまう。だから行く先が闇であろうとも流れ続けるというふうにね、まあ、こんな表現をしていたんですよ。で、これを聞いた時、私はね、その時は分からなかったんですけども、今なら分かるんですよ。流れ続けること、進み続けること、自らの足で大地を踏みしめて一歩二歩と進むことによって、怪我はするかもしれないし、行く先がどこか分からない不安はある。だけどもね、腐りはしないなと思ったんですよ。でも同じ地にとどまろうとしたりとか、自分の居場所をね、もう強固に守ろうとしたりね、保身をしたりする姿っていうのは、確かに腐っていくのかなと、思いましたね。なんとも伝えにくいことですけども、私はだからね、常にどこかに向かい続けようかなと思いますし、さっきいた場所は今日いる場所とは違うところにと思ってるんですよね。もちろん物理的な場所は私も同じところに住んでますから同じですよ。でも一日経つごとに違う見方をして、違う切り口でね、日々というのを捉えていって、あ、昨日よりも一日年を取ったなと、一日年を取って俺は一日分何か進んだだろうかとかね、退化してないだろうかとかね、進化してるだろうかと思うわけなんですよ。年を取っていくからペースが落ちてもしょうがないとは思わないんですよ。年齢を重ねて時間を重ねれば、経験や知識を増しているから、昨日よりも進んでいる自分でいたいなと、昨日よりも稼げる自分でいたいなと思うわけなんですよね。振り返ると2013年、私は稼げない人間としてスタートしました。稼げないどころか借金がたくさんあって自由な時間はなかったんですよ。でもあれから8年見違えましたね、私はね。これからはもう伸ばしきった、広げまくった可能性で、自分の人生がどこまでね、その道を縦横無尽に広げていくのか、もう楽しみでしょうがないですね。10年後20年後、私ね、だから今48でしょ、10年後58、他の人じゃ見れないような景色を見ている58歳になると思いますし、さらに10年、もうね、どうしようもないところまで進んでいるスーパーおじいちゃんになっているんじゃないかなと思うんですよ。さらに78、30年後、きっとね、おい、こんなじいさんいるかところまでね、行くんじゃないかなと思います。例えて言えば亀仙人のように、いまだにね、まあエッチでで、興味津々で、体も元気でね、おりゃってやったらね、パンチがぶっ飛んで、で、修行に来る、もしかしたら若い人がいるかもしれないな、ということでね、そうですね、生き方は亀仙人、これを目指していきたいなとちょっと思いますね、はい、今回は亀仙人でいきましょう。いってらっしゃい。